ほーら、ゲームばっかりしてないで。うっせーし。あ、ん？どこで何やろうと、俺の勝手だし。ケータ、反抗期かしら。反抗期って何やん？反抗期というのはですね、親から言われることについイラッとして口答えをしたりきつく当たってしまうという思春期にありがちな状態のことでミス。まあ大人になって反抗期の頃を思い出すと、うわー、俺お母さんに産んでくれなんて頼んでねえよなんて言っちゃってたよ、恥ずかしいというように猛烈に後悔することが多いんですけどね。ケータも反抗期ってやつになったの？今の面白かったな、ゲータ。別に。出ました。親の言うことに無視を決め込む反抗期あるあるデミス。あ？なんや？あれなんや？あれはまさしく反抗期で親に言ってしまったことの大人になって思い出したとき恥ずかしくなるドメーターデミス。っていうかどうしてケータっていう普通の名前にしたの？出ました。平凡な名前を嫌い、ちょっと変わった名前に憧れちゃう。これも反抗期あるあるでうぃすね。俺、たかしやのぼるみたいな名前が良かったのに。それも至って普通の気がしますが。高得点でうぃすね。あ、おかえり、ケータ。散らかってたから片付けておいたわよ。うっぜーし、勝手に部屋に入んなし、プライバシーって言葉知らないのかよ。だし出ました、反抗期の子供が使いたくなる単語、プライバシー。これは大人になって思い出すとものすごく恥ずかしいんですよ。ケータ、宿題はやったの？うっせーし、ああ、もうやる気なくしたし。